こんばんはって言ったけど、ちょっと待って、やばい、待ってください、一旦終わります。やばい、ポスト送信をしてないことに気づいた。ちょっとポストしてくるので一旦終わります。あー、また後で。楽しかったです、楽しかったけど、メール届いてるかな、まだかな。もうなんかもうちょっと自己嫌悪タイムに入ってしまって、終わってからなんか張り切りすぎちゃって、なんかさ、ステージが楽しすぎて張り切りすぎてしまって、なんかもうすごい感情をぶつけしすぎてしまって、それがめっちゃ個人的にそう自己嫌悪になってってなりながら帰ってきました。メール、あ、来た、メール来てるか、ありがとう。うん、ちょっとなんか特に何どれかっていうと、愛の重さのあの毎回私だけ暴れてるようなね、ところ大サビ、内サビからの大サビみたいなところ、なんかもう終わってから、いや終わってからって踊ってる最中もやばいやばい、抑えが効いてないと思ってなんですよ。最近のフェスとか、この前の福岡のフェスとかの時は結構落ち着いて冷静にっていうのをもうめっちゃ意識してたから、今までのフェスとかと比べて落ち着いてたの。そうけど今日はもうそれのなんていうの、もうその落ち着きとかを考えられないくらいもうはしゃぎすぎちゃってそう、わーってなっちゃった。こんばんは。今日は月曜日の夜だったんですけど、どれくらいの方が来てくださるだろうって思ってステージに立つまで分かんなかったんですよ。だからもうね、知ってる顔とかフェスとかで、自分のファンじゃないけどよくフェスとかでお会いする方の顔とか、ね、たくさんこう見てくださって嬉しかったです。明日は恵比寿であります、アンド武道館っていう名前で恵比寿であります。うーんってなってた。で、慰めのそばを購入しました帰りにコンビニに行ってメンバーと夜ご飯を買って、もう何が食べたいか分かんなかったから、とりあえず体を温めようと思って、さっきまで汗だくだったのにそばを買ったのと、あのバカだからバカだからなんかこれを買っちゃいました明日の朝ごはんにします。これ見たことないと思って、ワンタンスープあとヨーグルトすごいラインナップのご飯を買いました。そばも買ったのにスープも買っちゃった。アイスは買い忘れました。こんばんは。そう、汁物ばっか買っちゃったもう落ち込みすぎて、しかもメールが22時にホテルのエレベーター乗った瞬間に送信ボタンを押したんだけど、22時でやばいやばい、あと1分でもう送れなくなる、やばいやばいとか言って焦ってて、無事に届いてよかったです。あれ、私はどこまで読むか。もりもりさん、スークマさん、音符、トニさん、疲れ、さとこさん、台湾ジュジュさん、スイカラさん、ハート、NT さん、アンバさん、ヒロッチさん、カンさん、シイチさん、トシさん、タカシンさん、オオカさん、オミカンさん、お疲れ、ボヤリさん、お疲れ、ありがとうございます。サワッチョさん、音符、カメさん、レインボースター、ワウワウさん、ジンレイさん、お疲れ、マー君、サックス、コウジさん、ハート、マー君、花瓶もありがとう。コウさん、ジンレイさん、コウジさん、マー君、音符、阿部寛さん、合唱猫ちゃん。あー、今日の私みたいや、こんな口開けて。石川先輩、お断りです。レネさん、お断りです。ミキヤ君、ハート、陽平さん、かわいい、ありがとう。ミカさん、尊い、ありがとう。カズキさん、スジザルさん、トニーさん、シンイチさん、ハート、ありがとう。ガトーショコラさん、ビビマンさん、ミギタピッポさん、レインボースター、カエデさん、カビン。
ふうたくん、レインボースター、しゅんぼうさん、音符、じーつーさん、音符とハート、いっくんお疲れ、ガバイトさん、お疲れ、たっくん、ハート、ゴンベイさん、バラ、シーチさん、サックス、とっちゃん、音符ありがとうございます。こんばんは。今日ムシムシしてる、めっちゃ暑いです。今日は浜田のひーちゃんと浜田のひーちゃんと帰り道の車の中でひーちゃんとさこちゃんと3人でいっぱい喋りましたいっぱい喋った。なんとびっくりなことがあったんです。昨日私が渋谷のタワレコに行った10分前にひーちゃんも渋谷のタワレコに行ったらしい。で、私が昨日原宿と渋谷に行ったって言ったら、私も同じコースでしたって言われました気が合いすぎる。長崎同士気が合いすぎてびっくりしました。今日暑かった。だからもうスーパーとコンビニしか行ってない。今日出かける気が起きずでした。 Z さん、合唱猫ちゃんありがとう。そうだな、昨日寂しくてさ、わメンバー誘えばよかったわとか思ってたんだけど、まさかの同じ行動してた。今日のお昼は冷やし中華とおにぎり食べました。もう何が食べたいか分かんなくて、冷やし中華とおにぎりとアイス食べた。しんいちさん、アイスありがとう。ろう人形さん、音符ありがとう。さことは同じ話した。どこ行ったのって、昨日と今日お昼どっか行ったのって言って話しました。いっぱい教えてくれましたね。誘えばよかったです。でも連絡先まだ研究生だから連絡取れないからさ、マネージャーさん経由でしか。そう、コンビニ行けたよ。コンビニ行ったよ、ちゃんと。そらそらかさん、音符、しんいちさん、アイス、ありがとう。そう、コンビニ行った。今日しかもセブンイレブン、ミニストップとかじゃなくてセブンイレブン、広島にもある。コンビニ行った。今日なんかひーちゃんが美味しいグミくれた。広島にこれあんまり売ってないんです言ってくれました。優しいね、優しすぎてびっくりした。ちょっと水飲みたい。マジで優しい。しかもなんかハキハキしててさ、礼儀正しくて、もう私がなりたい女って感じなんですよ。で今日もなんか扇風機、小型扇風機をパセリさんの方が私より汗かいてるから使ってくださいって言って汗乾かしてくれて、椅子に座ってくださいって、なんか介護されてる気持ちだった。ティッシュ、マネージャーさん、ティッシュありますかって、パセリさんどうぞとか、私介護されてるって思って、椅子隣に座ってよ、大丈夫です、私はパセリさんどうぞみたいな優しくて、もう理想の理想とするえ、思いました。今日コール響きなんだって思う。なんか今日はあのイケコが、じゃあ続いてはヒータンって言ったんですよ。ヒーちゃん、ヒーちゃんとヒータンね、難しいから、私はあのヒータンは岡山出身でリネタンと同じだからヒータンって覚えられたけど、そうヒータンって言ったんよ。一か八かでどっちか二択迷ってヒータンって言ったら外れたんよ。でその後にあのコールは響きでお願いしますみたいな言ってて、え、コール響きなんや、ヒーちゃんじゃなくて響きなんやと初めて知った。まこばやさん、ハートありがとう。こんばんは。そう、私はリネタンヒータンで覚えた。パチャンヒーちゃんで覚えたらいいよ。リネタンヒータン、パチャンヒーちゃん、そしたらもう分かる。そう、3期生コール難しい。一番難しかったのノアミョンノアミョンのコールミョンミョンだったね。難しい。いや、もう、そう、パチャンヒーちゃんです。リアダンヒーターのパチャンヒーちゃん。覚えやすいよ。
もうお腹がさ空いてなくて、この買ったワンタンスープだち温めなかった。え、これ大丈夫？いつまでだろう。27日までだって期限。余裕だね。明日食べよ。明日食べるね。このそばも、でっかいそばも温めに行かなきゃいけない。部屋にレンジないから、電子レンジ。今日はでも冷やし中華ミニサイズにしました。お昼母ちゃんがいると知って明日のチケットゲットした。お、よろしくお願いします。明日はサーヤンとイケコがいなくて、サラちゃんとクルクルが出ます。よろしくお願いします。嬉しい、ありがとう。ねえ、もうなんか今日月曜日とか、明日も火曜日なのにさ、来てくださった方ありがとう、うん、ありがとうございます。時間空けてくださって、しかも昼から待っててくださった方もいて、ありがとうございます。本当にマリオ2さん、ヤスオリンポスさん、ハートありがとう、バラもありがとう。私はその今日のフェスが終わった後に気になるトピックを発見しまして、知らなかったんだけど、音楽の日に STU が出るって本当ですか？しかもそれが TDC と被っている日というのは本当でしょうか？一体どうなってしまうの？本当？めちゃめちゃ気になる。初知りだったの。でも公式からはね出てないし、その音楽番組で今日出てるね。私もパセリあのねで見て知ったの。そうなの。でもさ、なんか前も歌番組の時に四国公演があったんですよ。音楽の日かも。もうすぐ音楽の日っていう、2年前かな、もうすぐ音楽の日の歌番組は四国公演があったから、あかりんさんが出れなくて、代わりに私があかりんさんポジションだったよね確か。でも今回はセンターがTGC の方にいるんですよ、マイキューさん。ってことはセンター不在はないなさそうじゃないですか。これ一体どうなるんだと思って。事前収録とかなのかなね。次の日が TGC の次の日が川崎でスパークがあるんですよね。そう、どうなんだろう。分身するしかない。それがめっちゃ気になった。で TGC も全員出るわけじゃなくて、そう何人かだから、8人だから、そう8人なんです。16人じゃなくてって気になってる。あと千穂さんの舞台どうなんだろうって気になりトピックスでした。答えはわからない。こんばんは。あ、ダンスコラボ企画、え、そうなんだ。へえ。AKB は握手会ある。あ、そうなの。 AKB さんも握手会があるの。じゃあ事前にフォーテッドグループでなんかあるのかな、収録とか。私もう音楽番組、ファーストアルバムの音楽番組もこの前の1回きりかもとか思って、あ、もっと STU 知ってもらうためにはどうしたらいいんだろうとか、めっちゃさ、あのインタビューとかでも喋ってたけど、見ました YouTube の。そう、そう思ってたから嬉しかったです今日、うん、でも嬉しいと、嬉しいとか思ったら、その後にあ TGC の日やん、えってなって、はいってなりました。すごく良かった。優しい優しい、なんかいつも優しい優しさでできてるよね、バファリン。マモルさん、音符、クロさん、コバン、ヒロさん、お断り、タカシンさん、クロさん、バラ、ミツルン、クロさん、音符、ジェイちゃん、音符、フクちゃん、サックス、ありがとう。
音符もありがとう、お疲れもありがとう、おみかんさんアイスありがとう、マコバヤさんハート、マリオツーさんハート、レナさんペンライトありがとう。あ、待って、読めてないのあるよね。ちょっと待って、さかな、ちょっと待って、見逃しがあるね、絶対に絶対に絶対。あ、大丈夫そうかな。あ、あるね、あったよ、あったあった。ホストさん花束ありがとう、そらすうかさんぽありがとう、ろう人形さんぽありがとう。よかった、ほんと。なんかもう2年前の自分みたいだった。2年前とかもう、あ、私今日なんかはっちゃけすぎてたなって思いながらいつも新幹線で帰ってたよ、広島まで。それをその時の自分みたいだった。今日の私の踊りなんか荒ぶっていた気がする。陣内さんアイスありがとう、コウさん音符と花瓶ありがとう。よかった、本当に優しいよ、優しい、楽しそうで、ね、ありがとう。かも、ね、もうなんか知った顔が見てくれてて、はぁ、はぁってなった。ありがとう、来てくれて。みんなまだ帰り道とかなんじゃないの、変な人に捕まらないようにして。今日なんか全国ニュースで広島のなんかニュースやっててさ、タクシーのニュースで強盗とか言ったからびっくりしちゃった。みんな気をつけてね、夜道。レフトさん音符、ジャクソンさんハート、ヒロシ BKK さんファイトとお疲れ、あやとくん花瓶ありがとう。気をつけて。そう、私はもうね引きこもってるから、安全。いやでも急にドアがガチャガチャなるからそれは怖いけど。こんばんは。え、今日なんかダンス中にね転びそうになったんですよね。何だったっけな、なんか滑ったのよね、なんかで滑って、やばっ転ぶってな、何だったかな、忘れちゃったけど。首は大丈夫、足も大丈夫でした。そう、よろけてたよね。何だったっけ。髪、今日はなんか前髪が伸びすぎてたんですよ。で前髪切ろうと思ったけど、いや、ここで切ったら髪が大量にばらまかれるからやめとこうと思ってちょっと流してました。ちょっとだけクランってしてた。今もう汗でもうない、喉も大丈夫だった。ありがとう、みんな心配かけてごめんなさい。連日パセリの反応方とかショールーム見てる方さ、連日なんかパセリが体調不調を訴えるから気が気じゃないよね。いや大丈夫です今のとこ。ネムネム顔文字さん顔、あ、顔じゃなかった、花瓶花瓶。ヒロさんバラありがとう。顔はくれてないよね、アンパンマンじゃないから。シーチさん回復薬、ゼータお疲れありがとう。喉心配してる、ほんと。じゃあお互い気をつけよう。なんか帰ってくるまで暑くなるかなと思ってさ、ホテルのさエアコンつけんくて家に扇風機持ってきたけど、いない間ちょっとクーラーつけてジメジメしないようにしとこうとか思って帰ってきたら、なんかもう寒すぎてびっくりしちゃう。もう消しました。マルさん音符、カードリさんお疲れありがとう。新しい顔よりそれ、トゥトゥルトゥルトゥトゥル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 。さっきの気になってる子がマイカーじゃなくてよかった。誰気になってるっけ、ちょっと誰だったっけ、私この前見たもんね。あ、3期に行き始めてるじゃんと思いました。何だっけ。いやでも多いです最近で 2.5 期に行く子が多い、多く行く子みんなのこと子供扱いしてて、 2.5 期に行く人多いかも、3期より。私の方、うん、2.5 期欲しいかもですね。でも仕方がない、そりゃ
みんな可愛いんだもん。可愛いだもん。ゆたパパさん、お断りです。としやさん、ぽんさん、バラ、ありがとう。そうよ。でも、やんこのファンも 2.5 期、くるくるに行く人多い気がする。ね。やんこのファン、まあ、チャートリーやけんっていうか、あるかもしれんけど。パセパセ。もっとパセパセしてばね。まあ、他を知ってまた推しメンのいいところをさらに感じるっていうのは、まあ、いいことです。いろんな人見て、あ、推しメンのこういうところを当たり前と思ったけど実は他のメンバーにはなかったんだみたいなのが気づけるかもしれないから、まあまあね、まあ、強がっちゃってるけどまあいいんじゃないでしょうか。うん、まあ単推しに越したことはないですが、ダメだよって言ったところでそういう人はもうね推しを増やしちゃうんで、ご挨拶回り大変だった。なんかみんなご挨拶回りする、初中見舞い出しなよ手紙で。トシさん、ハートありがとう。ケイボイさん、音波ありがとう。指差し、あ、今日はそう、春夏秋冬は、春夏秋冬の時に今日は私は神手だったんですよ。春夏秋冬だからパセ用紙めっちゃいると思って、もうパセ用紙誰かに指差ししたら喧嘩勃発しちゃら困るからと思って、立ち位置の目の前にいる方にしようって決めたったんですね。だから今日は、今日の春夏秋冬の君のは2回あったんですけど、目の前にいた方と、あとは全然 STU のことを多分わからない他のアイドルさんのファンの方かな、方がめっちゃこうやってはぁってこうやってはぁって言ってコールとかするこうやってはぁって言ってたから、その方にやってみました。やっぱね、あのフェスとかって他のアイドルさんのファンの方もいるっていうのが醍醐味かなと思うので、ちょっとやってみました。でも反応なかったです。喜んでなかった、はぁって感じだった、ずっと、うん、聞いてなかった、効果抜群じゃなかった。そう、いや分からん、後からじわじわ聞いてくるタイプかもしれない。そうだよ、今日めっちゃ、いや今日っていうかいつもね、パセリ節固まっとるから、ね、そうなんだね、じわじわ寝る前とかに思い出してるかな。はあの緑の衣装の汗かきの子、髪の毛ボサボサだったあの子張り切ってたなって思い出してるかな今頃。あ、顔に出ないタイプ、ポーカーフェイスなの、うわー憧れるわ、私ポーカーフェイス無理やから。確かに特典会、そうだね、特典会とかあったらその時にあ、さっきのってなるけど、さっきのってはならんか、それは少女漫画のあの転校生のやつ食パン食べてぶつかるやつ。でも私も地蔵タイプだったから地蔵さんの気持ちはよくわかるね。え、まあ人それぞれの楽しみ方ですね。しんいちさん、音波ありがとう。ちょっと私コールとかはせず、ペンライトでコールの音を取るタイプだった。隠れファン、隠れてんの、緑は木に馴染みやすいからね。ほうほう、みんなはコールがむず、わかる、コール難しいよね、なんか決まってるやつとか難しいよね。ちょっと合わせてみたりするよ、周り見ながら、ね、あ、飛んでたわ、ペダルが来た瞬間なんかすごい飛んでて、
わあ、フェスを感じると思いました。スティユーの公園では見れない光景、ピョンピョン飛んでて、フェスとかでさ、風を待つの2番披露したら一緒に飛んでくれるんかな。やりたいことを見つけて都会へ行った。ピョンピョン、おっさんハートありがとう。私も初めての時はびっくりしましたよ。超驚いた。今までめっちゃ驚いたのは、 PR 舞台でフェス出た時に最前の方が水をパーンって、ステージ側に水をパーンってた時にめっちゃびっくりした。って、びっくりしたことがある。何事ってなった。驚きました。うっかりあんこさん、お断りです。そう、2年ぐらい前、まだフェス始めて、初めて出てた頃ぐらい。そう、びっくりした。何だったのかは分からない。いろいろびっくりしました、その時は。あ、やついかな、そうかもしれない。そうか、去年のやついか、おととしのやついか、そんな感じかもしれない。確かに今脳内で浮かんだ映像が そんな感じが、会場が。今年やついね、パセリが出ると思って、パセリがもう2年連続とかやついフェスやったから、パセリ出ると思ってチケット買ってたのにって方がお話し会で来てくださって、ごめんねって、でも嬉しい、そうやって思ってくれてて。でもなんとリリーベメンバーでした。ジェイちゃん、レインボースター、ありがとう。あ、オンライン話し会あったね、フェスの日ね。京都明日見るってすごく嬉しい、ありがとう。ありがとう、来てくれて。夜ご飯食べたかな。あ、扇風機の、ね、ちょっと扇風機強すぎるからちょっと弱めるね。ぐらいでしとこ。夕ご飯食べた？みんな。パセまだだけど、お腹そんな空いてないな。ヤシーさん、本当ありがとう。ふんふんふん。気にしなくてもいい。もう全肯定だね。優しい。全肯定すぎてさ、私が何かもうとんでもない、もう寝ぼけすぎて服とか着るのすら忘れて配信みたいなことしても、大丈夫、気にしなくていいよとか言ってくれそうなレベルで全肯定じゃん。心配になっちゃう。なんか例えがいい、思い浮かばなかった。自分がやらかしそうなミスで思い浮かんだのがそれでした。絶対やらんけど、大丈夫だけど。明日はね、そうだな、神手かな、ちょっと神手かも、いや、神手かな、どうだったかな。静かに見守ります。言ってよ言ってよ、パセリちょっと配信一回やめなとか。ネギシは、まだいる気がする。ネギシ食べた日からお腹が空きづらい。すごいよネギシ。ネギシのご飯おかわり効果すごいよ。めっちゃキノコさん、音波ありがとう。やっぱさ、あのお菓子を食べない方法っていうのはご飯をしっかり食べることだと思いますね。ほんとご飯をもりもりちゃんと食べたら、そう、余計な感触は減ると思いました。はい。胃は、なんだろう、お腹がつかない。ホームシックだからかもしれない。
ホームシックだからもうなんか感情がそっちに全部いってんのかも。空腹の。あんなに広島ではさ、お腹すいたお腹すいたって言ってるけど、もうその感情すべてホームシックに取られてるかもしれない。うん、ホームシックです。ホームシック3日目とか今ホームシックだよ。はい、うん、今日ホームシックすぎておばあちゃんに電話かけた。ソタロウも今日あの予定があるって言ってたし、お母さんも仕事中だからどうしようと思っておばあちゃんに電話かけたら、どうしたのって言われて、東京にいるんじゃないのって言われて、そう、元気だよって言って、から元気で、あのバレないように体に気をつけなさいね。なんかいつもねすぐ電話切ろうとするんですよ、私のおばあちゃん。いやまたねとか言ってさ、もうすぐ電話切られて、はあ終わっちゃった。うわうわ、ゼータファイトありがとう。なんですぐ切るんだ、もっと喋りたかった、忙しいのかな。あのね LINE 電話のやり方を教えました。 LINE 電話かけたら出てくれなくて、普通に携帯にかかってきて、電話かけたよって言ったら、あの出る方法が分からなかったって言われて、あの緑のボタンを押したらいいよって、緑のボタンを押したらテレビ電話できるよって言って教えました。でも顔見せてくれなかったです、私が一方的に顔見せて終わった。あー、要件が終わったらもうすぐ終わるタイプなんかな。そうかもしれない。トナ君ハートありがとう、ありがとう。あ、恥ずかしい、孫に今さら、26年間いて今さら。みかんさんアイスありがとう、3個もついててお得だね。こんばんは。パパパだよパコ、今日汗かきすぎて眉毛がさ、あのおじゃる丸ぐらい短いよ、取れちゃったこっちの眉毛見て、これが本来、これでも消えてるけど、これが本来の眉毛、こっちもうなんかマロマロ眉毛やばい、マロ眉毛です、カセマロです。そう、多分これ髪とかで取れるんだよね、全部言うやん、ほんとよ、やめてほしいよマジでステージでは感情全部出すし、配信では全部思ってること言うから、ほんとやめてほしい、いい加減にしてほしいよね。うんぬくんぬさんバラありがとう、神代さんサックさんありがとう。美肌加工、あ、ばあちゃんに美肌加工教え、そうだね、教えよう、びっくりしちゃうかもねこんばんは、どうもこんばんは。うん、いつも汗でさ、お風呂入ってから配信するか迷ったんですけど、あのなんかわかんないけど始めちゃった始めちゃいました、先にお風呂入ってからしいよとか思ったのに、しかもさ、ポストをし忘れて、投稿し忘れて始めちゃった、だから一回切ったし、なんか多分反省会、自己嫌悪反省会でもう頭がテンパって、あ、みんなに早く話聞いてほしいと思って、もう無意識に始めてしまいましたお風呂頑張るね。もう入ったんですか、先越されてる。そうですよ、一回配信始めて、やばい、あ、X 投稿してないわと思って一回終わった。タカさん、サックスありがとう、音符もありがとう、頑張る、もう今日汗だくすぎるから。このね、あの3月、あ、ティッシュついちゃった3月ぐらいにできたさ、あのニキビちゃんのニキビ跡がまだ居座ってて、
早く消えてほしいこの世から。このニキビ、ニキビはこの世になんで存在しているの。はあ、ずっといる。だんだん薄くなってるんですよ、徐々に。かれこれ 2,3 ヶ月一緒に過ごしてるこの子。どんどんやる。いつもちょっと隠してるんだけど、汗で全部もうメイク今落ちてるから。今日メイク落とししなくてもいいってぐらいもうメイクもう全然残ってない。大変。エリオさん音符ありがとう。困っちゃうね。やっぱそうか、残ろうと必死なんか。存在をこうアピールしようか。そういっぱいね汗かいた。ブンさん音符ありがとう。声出せます、バッチリ。でも鼻水が止まらない。今日もずっと鼻水出てなくて。ラクさんだるまありがとう。汗かきしてんのなので、私はあのラッパッパとかさ、 AKB さんだったらラッパッパとかあるけどさ、 STO 汗かきしてんのっていうちょっとダサネームで、リコチと私とリオツンとまひなさんの汗かきしてんのでやらせてもらってますので、よろしくお願いします。実はこんなにパチャンのパフォーマンス見たことないのではってくらい目に入ってきて、いつもどこ見てたの。ちょっと推しメンじゃないからって見てよね。ありがとう来てくれて、感想もありがとう伝えてくれて。あれかけしてんの。ゆたパパさんかわいい、ありがとう。ミックさんバラありがとう。マジっすかね。STU 入ったばっかの頃に STU メンバーのそのマジスカネーム考えよう配信をしたことがあるんですけど、なんかもうこの前見返してたんよ。なんだこれ。なんやこれはってなりました。今作ったらまた変わりそう。ねえ、パセリにぴったりや、ラッパッパ。私はでもチームホルモンにいそう。私チームホルモン好きです。高橋亜紀さん好きだったからチームホルモン、ね、高崎亜子チームホルモン。ミューラッチさんハートの近い2個ありがとう。2個。スカイホエールさんオープンありがとう。今日はお昼はそのばあちゃんに電話かけてすぐ切られたから、どうしようと思ってテレビつけたらドクター X の再放送やってて、これだ、これを見ようと思ってドクター X 見ました。そしたらなんか8月の末に六本木でドクター X のなんかファンイベントみたいなやつがあるんだって。何それ、お母さんと行きたいと思ったけど絶対無理やん、そんな倍率が。ドクター X のファンイベントとかも応募が殺到して大変だから、あ行けないわ。そうイベントがあるんだって。すごいよね。今日やってました CM で。そう、大門未知子がやってた。その後相棒もやってた。いいね再放送。大は大門未知子請求書メロンアイスです。請求書です。東京見物。もうでもね、明日今日ずっと昼ホテルにいて、わやっぱ朝からどっか行くべきやったなって、もう
後悔してたんですよ。なんか一日無駄にしとる気がするわって思ってたけど、今になったらもう調べる気力も湧けないし、明日どっか行きたいなとかお昼は思ってたけど、今はちょっともういいかな、明日もゴロゴロしようって気持ちです。でも多分また明日の昼になったらやっぱ行けばよかったなって思うと思います。そういうタイプそういうタイプですね。えちょっと暑いよね、今日も暑かったもん。コンビニ行くだけでゴロ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 、なんかジメジメしてるから、このホテルのベッドもなんかベタベタするんですよね。ベタ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 。西さんハートありがとう。ハートハート。ウバイツ、ウバイツも見てみたけど、ボルト見てみたけど、もうありすぎてわからんかった多すぎて都会だねってなりました。え、もう11時なんですか。嘘じゃん。こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんはだよ。明日は絶対に髪の毛結ぶっても決めたんだからね。ジロ君アイス、シーツさんお断りです。メニュー、メニューもあるよね。メニュー、ウォルト、ウーバー、出前館、あと何、なんかありすぎてわからないよ。わかりません。大通りの裏の住宅街、え、昨日歩いたよ。あのね、初めてなんかちょっと迷子になったんですよ、昨日。それで青山、青山のあの墓地みたいなとこ通ったら蚊がめっちゃ飛んでました。めっちゃ閑静な住宅街みたいなとこ通った。13分から始めたから15分までやる。あ、私13分から始めてた。わかった、じゃあ15分になったら終わろう。ありがとう。もう時計感覚なかった。そうする。タッパパさんラブレターありがとう。ゼータン音波ありがとう。怖い話で定番の場所、え、だよね、思ったんだよね。絶対これさ怖いやつやんと思って、このトンネル、トンネルみたいなやつがあって、そうちょっと迷ったんです。あと乃木神社のとこでなんか分かんなくて、はあ、分からん、ここはどこだってなって、で Google マップ見てちゃんと帰れたんですけど、そうなんかもうねさまよってた東京の街分からないよって思って、うん、あとさ都会ってさなんかファミマみたいなやつありませんあれ何、勢いすごいんだけど、私やん、私今日の私やんとかで、ファミマびっくりマークびっくりマークみたいな、あのファミマは何者なの。キョンシュさん音符ありがとう。ねむねむかおもじさんハートギフト。おさんかわいいありがとう。おしゃれファミマなのあれって。この前ね、この前なんかの時にファミマびっくりマークみたいなやつの近くだったよ、ホテルが。この前でそこ行ったらファミマの目の前で酔っ払いの方が寝ててびっくりした。え、人が倒れてると思って、私刑事ドラマ好きだからさ、え、やばいとか思ったら酔っ払いさんが寝てて、うわ暑いのにってびっくりしました。都会あるあるなの、そうなの、そこら中にいんの、なんかもう心配になった。林藤雄さんお疲れありがとう。あ、日常なのそうなの、私初めて見たもん、地べたでそうやって寝てる人、テレビとかでしか見たことなくてびっくりしちゃった。私がファミマから出たら寝返り打ってた反対向いてたもん、びっくりした。へえ、駅のホームにもいます。
へえ。ゲロゲロゲロピー。まあ、なんかお仕事で無理やり飲まされちゃったのかなとか思って見てました。助けてあげたいけどさ、もう何もできないし、もうなんか罪悪感だった。素通りがごめんなさいと。朝起きたらきっとびっくりするんだろうなってね、思いました。酔っ払いに自転車のサドルを枕にされて取りに行ったこと、 やばいやばそれはダメだね。人に迷惑かけてるじゃんね。確かにお財布、本当だね。怖いね。クレジットカード守って。おたけさん、バラありがとう。ベンチの人で寝てた人がいて、え？やめて。もう。はい。みんなは気をつけてください。お家に帰ってちゃんとすやすやしてね。わあ。ね。まあ、その時はちょうどマネージャーさん軍団マネージャーさん軍団が一緒にいたので、メンバーとマネージャーさんみんなでいたから、そうみんなで素通りしちゃいました。あ、罪悪感、罪悪感。そうマネージャーさんコンビニお仕事終わり、夜ご飯、ゼータン、レインボースターありがとう。やばい、お腹が鳴ってる。お腹空いてきたかもしれないです。三度寝してました。うわ、三度寝したの。いいね、三度寝。三度食べるものいっぱいあるよ。まずそば、そばとワンタンスープと、この私の大好きなこのヨーグルトです。こんばんは。もう今日はすぐお風呂終わらせる、昨日はすぐお風呂終わらせるって言って言ったくせに実行しなかったんです。ちょっと髪の毛がくっついてる。これは今日の夜ご飯と明日の朝ご飯用で買いましたけど、本当はキムチ鍋買いたかったの。でもホテルでさ食べたら臭いだろうなと思ってやめました。納豆美味しいよね。私も今日もね、納豆のそば売ってたから買うか迷ったけど、ホテルで納豆食べたら臭いかなと思ってやめた。判断材料は臭いかどうかです、ホテル生活。あの部屋中にさこもったら嫌じゃん、換気扇ないから。だからそう、臭い、臭くなさそうなやつを今日買いました。でもこれちょっとこういうスープ系ってさ美味しいから、だしとかの匂いがさ、うん、難しいわ。さんちゃんだよ、音波ありがとう。まあそう、一人部屋です。一人部屋だから他人には迷惑かかないけど、うん、自分に迷惑かかる。翌日の自分が後悔する。そうだよ、なんか部屋の清掃もゴミとかタオルはあるけど、お布団とかはなんかありませんみたいな書いてたから、もし匂いがお布団についたらもう私はずっと寝るときにメステロを食らいながら寝ることになるけんやめました。キムチ鍋の香りを嗅ぎながら寝るのは勘弁と思って、まあ、これは広島に帰ってからにしようと思ってやめました。熊高さん、バラありがとうございます。翌日は納豆食べる。いや私はそれ思ったんよ。スーパーでパックの納豆買ったら毎日食べたら匂いがこう緩和されるかなとか思ったけど、やめちゃった。やめやめ。ニンニク、え、ニンニクってそういう睡眠に効くの？ニンニクってさ、ドラキュラに効くやつですか？
遠征したお部屋でマック食べた。うわーもうそりゃもうダメだ、終わりや、終わりの始まり。マックなんて食べた日にはもうずっと腹ペコよ。おみかえさん回復薬、おさんハートの誓いありがとう。お腹の音もお届けしてしまった聞かなかったことにしてね。ゼータンハートの誓いありがとう。あ、お腹鳴らなかったです。なるかなと思ったけど大丈夫でした。明日もお昼配信しよう。寂しいっけんね。ねえ、でも明日今日よりもね集合時間が早めなので、今日が遅すぎたんですけど、今日より出演時間早いけん集合もちょっと早いんで、寂しさは今日よりは少ないと思います。今日は寂しすぎて、あの近くの駅、地下鉄の駅のとこら辺に行ったら人がおると思って、その辺でおにぎりを食べました。ピクニック、コンビニ行って、そうコンビニのおにぎり買ってピクニックみたいな感じであとアイス食べました。うん、やばいよね。でその後帰ってきてばあちゃんに電話した。そうです、わあみんな働いてるわとか思って見てた。そうなの。あと今日あったおもろいエピソードがある。あのね、普通に歩いてたんですよ、コンビニに行こうと思って。コンビニに行くために歩いてたら、目の前にいた3人組の OL さんが振り向いて、えっ？いや、言い始めたの。え？知ってる人かなとか思って、ん？とか思って、でも分からなかった、見たことない顔だったから、あんまり気にしないようなふりして歩いたんですよ。えとか、え、STU のファンの方なのかなとか、自分のファンじゃなくても私のこと知ってるのかなと思ったら、私じゃなくて、なんか私の後ろになんかめっちゃ大物の芸能人がいたらしくて、え、今のなんとかだよみたいな、誰か分かんなかったんですけど、そう、私越しに誰かいたらしくて、振り向いたけど分かんなかった。さっきのなんかチェックのシャツのみたいな言ってて、え、誰誰びっくりした。そうなの、3人一斉に振り向いて私の顔見たと思ったら違いました。びっくり、誰だったんだろう、分かんない。そうだよ、全然気づかれないです。気になるよね、そんなびっくりするレベルのさ人がいるって。僕ではない、いや僕かもしれんじゃん。え、本当はパセリかもしれん。確かに何かペコッとかせんくってよかった。そういう時あるよ、なんかその時の自分の判断を後から褒めるみたいな時あるよね。マルスイさんバラありがとう。実はワイです。絶対違うな、だってね、違うじゃん、だって芸能活動してるの。実は副業、副業してますかもしれない。こんばんは、あと4分だわ。みんなこんばんは。1111だったね、ノアピの誕生日や。1111ポッキー。副業でパセリ活してる。で待って、私がお金渡してるみたいな私お金渡してないからね、そんな。それはちょっと後でお金あげるんで、パセリのファンのふりしてくださいとかやってないからやってませんよ。築地みたい。今日メイクさんにさ、東京の最近の流行りなんですかって言ったら、原宿のなんだっけ、原宿になんかラフォーレの向かいになんかできたよって言ってました。ちょっと忘れちゃった。温泉があるよみたいな言ってた。原宿昨日行った。
新一さん小判、スケオさん音符、オさん花瓶、ユタパパさんハート、ありがとうございます。向かいのとこに あるって言ってた。ショート K さん音符、おすじくんレインボースター、ありがとう。あ、名前変えてくれた、名前変えた。カズヤさん花瓶、ありがとう。あ、ハラカド、それそれそれ、ハラカド、ハラカド言ってた。あとは何言ってたかな、最近は東京は大型犬のカフェが流行ってるよって言われて、そうなんですね。アニサキスじゃなくて、なんかカタカナのサモエドだ、サモエド、アニサキスカフェは勘弁、サモエドカフェが流行ってるって言ってました。アニサキスやばい、腹痛まみれ、間違えました、サだけ合ってた、ありません、そういうカフェ。うん、サモエドかわいい。いや、みんなアニサキスに湧き出した、やめてよアニサキスで。僕帰宅しました、お帰り、お帰り、夜ご飯を食べ、なんかカタカナだったなって、サが入ってたなと思ったけど違った。うん、お時間ほんとだ、あと40秒で終わる。ワン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 、明日もよろしく、こちらこそ、メールもいっぱい送っちゃう。今日はあの PR 舞台の衣装紹介動画をこの前個人ファンクラブにあげるって言って、なんか声が気に食わなくて何回も40何だったっけ42だったっけ取り直したって言ったやつが、あの喉をやっちゃったから、まだ完成しなかったので、ちょっと今日はそれの続きをしたりしてみたけど、なんかね、鼻声だった、鼻声じゃ私と思いましたね。だからちょっとまだ満足がいくか分からないので、またアップしたらお知らせします。鼻声やなってなったよ。みんなもあの空調とかに気をつけてください。そう、私はエンドレス鼻水なので、ノーズシャワー、ノーズウォーター気をつけて。はい、ありがとう。マッチさんお疲れ、ありがとう。アルさんハート、キングさんバラ、クマタカさんバラ、カズヤさんカビ、キングさんバラ、ありがとうございます。ミカルさん尊い、ありがとうございます。みんなありがとう、今日も見てくれて。目標は、待って、これ食べたいと思ったけどさ、電子レンジを探しに行く旅に出ないといけないから、ちょっとはぁって感じです。みんなありがとうございました。ありがとう、本当に。すぐお風呂入るんだよ。うん、約束口約束です。うえー、またね、ありがとう。じゃあ団長いくよ。13位新一さん、12位ジェイちゃん、11位福ちゃん、10位おすじくん、9位ゆたパパさん、8位ゼータン、7位阿部寛さん、6位 Z さん、5位三浦っちさん、4位吉弘さん、3位右田ピッポさん、2位ゆうたくん、1位 G2 さん、ありがとうございました。ありがとう、みんな見てくれてありがとう、感謝。なんかこの部屋にいると髪が茶色いって言われるんだ、思ってたかな、みんなも。スタローにもお母さんに言われた、パチは髪の毛茶色いって言われたね。でも黒髪のままなので、みんな光の加減だよ。
ね、目もなんかキラキラする、この部屋びっくり。ミッチーお断りです、またね。あ、そうだね、逆流性食道炎気をつけます、またね、バイチャラポー。